てめえに呼び捨てにされる覚えはねえ、汚らしい。嘘だー！仲間の術により記憶と人格を変えられた玉骨は宮家様を憎み、その命を狙ったのでございます。玉骨に別れを告げた宮家様は昇進のあまり自らを失い、朱雀の巫女はどこに。再び宮家様の命を狙いに来た玉骨にほとぼりが立ちはだかったのでございました。宮家には指一本触れさせぬ。その剣を取れ。武器を持たぬ者とは戦えぬ。朱雀の巫女だけでなく、江南国皇帝再否定ほとほりも殺せ。面白え。守るためにきっと玉骨を殺す。誰かいないの？あんたどっから。あ、よし。していたことさえ忘れたというのか。知るか。二人とも本気で戦ってる。止めなくていいんですか。無駄よ。わからないの、ほとほり様の気の強さ。いつも穏やかなあのお方が、どちらかが倒されるまでもう誰にも止められないのよ。玉骨、私は決して負けるわけにはいかない。一人の男としてお前だけには負けるわけにはいかない。守りたい一心であそこまで強くなっているのだ。どうしても宮家を殺すというのだ、玉骨。その前に私がお前を殺す。
朱雀の巫女の叫び、江南国の城中に響き渡らん。ほとほりに敗れし玉褒め、朱雀の巫女と愛を誓いし江南の城に倒れん。玉褒め。朱雀の巫女を殺せ。大好きだよ。この声、この髪、この唇。約束だよ、玉褒め。今度こそ会えるんだね。お月様が真上に来た時、待っててね、玉褒め。あれを見ろ。約束したのに遅れちまった。大丈夫、今真上に来たところだから。やっと会えた、玉褒め。後ほどお部屋に参るとお伝えするようにと。無事だったのね。
ずいぶん早かったな。無論スザクの身も片付けてきたのだな。はい。玉褒め。元に戻ったのか。おかげさまでな。ずいぶん人をおもちゃにしてくれたそうだな、中子。耳のこれで、どうやら俺はお前にうまく操られてたらしいな。今返すぜ。なぜだ、なぜ破れた。一度体に入れば世界中どのような法をもってしても治すことは不可能だ。孤独の力か。てめえには一生わからねえよ。てめえの面なんざ見たくもなかったが、この通り朱雀の詩人天使は取り返させてもらったぜ。貴様。中子やめて。今日の俺にはその無知は通用しない。江南の地で七里が法力で俺の全身に結界を張っている。中子、覚えておけ。今の俺は確かにお前には勝てねえ。でも俺はもっと強くなってみせる。そして必ずこの手でお前を倒す。ユイ、俺はお前に同情していた。でもお前のしたことは許せることじゃねえ。お前の心の傷が早く癒されるように俺は祈ってる。ユイ様、このまま返してよろしいのでしょうか。いいの。どうしたって玉褒めを止めることはできない。自分の手で好きな人を遠くへやってしまったんだから。玉褒め。野暮なこと聞かないの。玉褒めと一緒に決まってんでしょ。詩人天地書も取り返したし、本当に良かったです。それにしたかて、なんであの協力やったはずの孤独が破れたんや。それは多分玉褒めの生命力が弱まったと同時に孤独の力も弱まったのだ。そうか、それで宮家の思いが最後の力を打ち破ったっちゅうわけかいな。それと玉褒めの宮家への思いもな。子供に触っていたのだ。ほとほり様、何かお吹きしましょうか。そうだな、一曲頼もう。ちりこの笛の音だね。いい音色でしょ。ん、玉褒め。ほら、そんなに落ち込まないで。江南国へ帰ってきてずっとそうなんだもん。玉褒めは悪くなかったんだから。そりゃ確かに私の左腕を打ち砕いたり。ポーアイミの手紙を破ったり。いいんだ、責められても仕方ねえ。いくら操られてたからってお前に手をかけるなんて。しかも何にも覚えてないなんて最低だよな。
どうすりゃ許してもらえる。このままじゃ俺、お前に顔向けできねえよ。それもそうだね。ずっとそばにいるって言ったくせに、私を置いて行っちゃうんだもんね。私怒ってるんだよ。思わず浮気しちゃったよ。嘘。もう少しで危なかったけど。償いなんていい。戻ってきてくれただけで、今度こそそばにいてね。離れないでね。ずっとこうして抱いていて。今度こそ約束する。二度とお前を離したりしない。たとえ何があっても、もう二度と離さない。ユイ様、申し訳ありませんでした。私としたことが逆にあなたを悲しませることになると。玉褒めはもうきっと私を軽蔑した。宮川はこれで朱雀を呼び出し帰っとそううまくことが運ばれるとお思いですか。何言ってんの中野。あなた、まさかまた何か。申し上げたではありませんか。ご安心くださいと。もうすぐ仕掛けておいた罠が動き出しましょう。仕掛けておいた罠。そして奴らはすでに。その罠にかかっているのですから。朱雀の御子、愛する玉褒めの胸にて江南の幸せに酔いしれ。宮家様のもとに集う七聖士たち。
あとは朱雀召喚の儀式を残すのみ。愛を確かめる者、愛を捨てられぬ者、そして愛に苦しむ者、それぞれの思いを胸に秘めつつ、時は静かに流れていきました。次回、謀略の予兆。微笑みと悲しみはいつも背中合わせ。